江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今日はですね、たっぷりありますんで前編後編に分かれるかなという感じなんですけれども、まず1本目、朝鮮学校補助金支給、日本自治体、100カ所以下になったよという話なんですよ。いやちょっと待ってと、まだ100カ所もあんのかと、補助金を上げてるところがまだ100カ所あったのかと、まあやっと100カ所減ったっていう話なんですけど、いや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 っていう感じなんですけど、在日民族学校の朝鮮学校に補助金を支給する日本地方自治体が2022年に初めて100カ所以下に落ちたと産経新聞が11日に報道しましたということでね。まあここに書いてあるのはあくまで一例ですけど、愛知県と兵庫県、横浜市、京都市など93個で、前年より7個減ったと明らかにしたと。で、全国自治体の補助金総額は前年より814万円減った2億3064万円でしたということで。で、2022年に初めて2桁を記録しましたということで。まあ、ちゃんとですね、学校として、法律によって学校として認められていませんっていうふうに、この、まあ、韓国では、ちゃんとね、記事、そこは書いてあります。はい。で、まあ、これに対してですね、まあ、これは日本の話題なんでね、まあ、渓谷さん正直言ってあんま関係ないし、朝鮮学校は北朝鮮の話なんで、まあ、渓谷さん自身はあんま関係ないし、まあ、渓谷でも、勘違いしてる人は結構いるんですけど、韓国の学校だってね。で、まあ、ただしですね、まあ、コメントもともと少ないんですけれども、こちら、そこは北朝鮮の政権に追従して賛美する学校ですっていうコメント。で、あともう一つはですね、韓国政府で助けなければならないっていう答えもあるんですけど、卑怯感ばっかりですね。で、返信で、あんたスパイですかっていうコメントもありますけれども。まあ、だからそういうふうにね、渓谷でもこれは、北の学校だということがですね、まあ多少認知されてるのかな、多少っていうか結構大認知されてると思うんですけどね、まあ、だからコメント数も少ないんでしょうけど、はい、じゃあね、次行きたいと思います。こちら、インテルマイクロンがですね、韓国の人材をですね、どんどん引き抜いている。ライブではちょっとお知らせしたことあるんですけども、で、自動車二次電池で被害が続出しているという話でございます。まずこのタイトルからしてですね、は？え？何？軽人材って？って感じなんですけど。人工知能 AI など先端技術をめぐる国家間主導権争いが激しくなり、韓国の技術人材を、ヘッドハンティングだっすな。ね、ヘッドハンティングですね。とする人力争奪戦が激化している。これにより半導体だけでなく自動車や二次電池、防衛産業まで全方位的な人材流出が発生している。主に中国に向かっていた流出経路だけでなく、最近は米国、ヨーロッパに拡大し、渓谷の技術優位が瞬時に消失する技術シンクホールが大きくなる可能性があるという懸念が出ている。渓谷の技術優位が技術優位ね。はい、じゃあ次行きましょう。こちら。次はですね、ちょっとローカルな話なんですけども、渓谷のローカルネームですね。日本海のローカルネームなんですけども、東海の、要するに日本海側の漁業管理団がなぜ、南の海の釜山にあるんですかということで、これは孤島向けだという話でございます。まあ、どうでもいい。どうでもいい。そこはどうでもいいんです。はい。私もあんまそこは興味ないんです。はい。勝手にしようって感じなんですけども、うつりょう島の象徴であるイカが昨年全滅してきた。え？あ、そうなんだ。イカ漁が全滅なんだ。廃業危機に追い込まれたうつりょう島漁民がイカ漁場を回復するために、釜山にある東海漁業管理団の東海移転または事務所の設置を要求して出たということで。まあ、そこはまあどうでもいいんですけど、去年はイカが全滅したんだ、韓国さんは。ということで、まあちょっと見ていきましょう。まあ、こっちの件もね、ちょっとご紹介しますけれども、うつりょう島と徳島をはじめ、京北と
エバラ道の全部分を占めている東海の不法漁業を取り締まり、これはね、多分日本のことはじゃないと思う。警告人同士か、まあ、ロシアか中国かの話だと思うんですけど、漁場を管理する東海漁業管理団が釜山に所在する風に、漁場管理に困難が伴うと。ああ、なんで東海の取り締まりを釜山でやるのかって言いたいんだろう。ああ、そこどうでもいいや。で、私が気になった写真があるんですよ。こちら。最近、うつ漁のイカのオークション、あれ、競り場ですね。競り場の様子。これが競りの様子です。はい。最近ね。最近の競りの様子です。これね、写真です。あ、まあ、そうなんだ。次。これが2001年のイカの競り場の様子。お、全然違うじゃん。これが、こうなっちゃった。全滅だね。確かにね。やばいね。で、もう一つ。これが、お母さんたちが、このイカを、あれしてんのかな?洗ったりしてんのかな?最近のイカの市場の姿。これなんですけど、これま、作業してますよね。で、これが、2020年の、この、渓谷のおばちゃんたちが作業する姿。だって、すごいね。この、なんだ、減り具合が半端ないね。はあ、ずーっと奥まであるよ、これ。はい。まあ、こんな感じで、もう全滅状態だって。いうことでね、大変ですね。はい、じゃあね、次行きたいと思います。こちら。次はですね、結構国内の小ネタなんですけども、1200ウォンで人生を売るのか、ということで、重量制の袋を泥棒ということで、ゴミ袋の話ですね。はい、なんだ?と思ったんですけど、道にある、自治体ですね。自治体の重量制の袋からゴミを全部出して、自分のものを代わりに入れて捨てたという口頭無形な事件がまた起きました。地面にゴミが散らばっています。閉めた袋の取っ手も故意に切ったようですということで、で、文作成者は50リットルの重量製の袋を家の前に捨てたが、翌日見たら布団と帽子などが入っていた。誰かが袋を切って中にあったゴミを取り出し、自分のゴミを代わりに捨てていったのです。で、作成者は、ゴミ袋で人生を棒に振るのか、として口頭無形さを隠すことができませんでした。ね、50リットルの重量製袋の値段は1200ウォン、約30円程度ですということで。あー、まあ結構高いね。結構高いね。これあれでしょ、処理費用も入ってるから高いんでしょ。ね、ネチズンたちは自分も似たようなことを経験したと経験談を加えたということで。あー、そんなことするんだね。130円、ちょっと高い、かなり高いよねこれ。一袋130円は高いね、確か。はい、というね、話題でございました。今日はですね、まだまだミニニュース続きますんで、後編もぜひご期待ください。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また!